秋人がキリン,チンドショ症軸台湾国立高級博物院像を図用キリン図は中国秋代の永楽12年に描かれた絵画。1405年に始まったー和の公開をきっかけにインド東部のベンガル地方から送られてきた当時未知の生物を写生したもの。秋人がキリン,チンドショ症軸、ボークズ、ラツシンキリン図などとも呼ばれる。オリジナルは 台湾の国立呼吸博物院に収蔵されている。それとは別に複数の模写が伝わっている。ベンガル地方に存在した国、ボークズ、ラツ国からやってきた徴工施設とその贈り物である当時道の生物が描かれている。同国の徴工は6年前の1408年から始まっていた。題名にある、随王は、随長、随将と同義。キリンは、 随獣の一種で太平の世に現れるという伝説の生物。つまり外国から来た未知の生物が太平の世に現れる麒麟と同定されている。そのような同定をするということは当時の皇帝永楽三角の知性を絶賛することに等しい。絵画は当時の宮廷画家によって描かれた。その絵画の上部には当時の宮廷書家で 管理員官僚の鎮度によって書かれた文章が添えられている。文章の内容は、随王麒麟章と題された章詞であり、序文として、永楽十二年に、ボークズ、ラツ国に麒麟が出たという旨が記されている。同じ出来事は、民主政策本義などにも記されている。同書ではさらに、ケニア沿岸のマリンディなどからも、麒麟が侵攻されたとしている。また、 帝は艦隊の報告書にあたる書物、エー英派手カチランでは、アラビア半島南端のアデをはじめとして、各地にキリンがいたとされる。その背景として、当時のインド洋では、アラブ人や東アフリカのソマリ人によって盛んに海上交易が行われていた。そのような中で、マムルク朝からベンガルスルターン朝にキリンが送られ、そのキリンが1414 14年に、 中国に送られたと推定される。英楽帝の一見以後、中国の学者たちは、この生物が麒麟ではないことを理解していたが、日本においては、江戸時代の蘭学者の桂川国瑞、大月玄卓、森島中原ら,らが麒麟と同定した後、明治時代の博物学者の田中義雄らが、訳語制定の中で麒麟を分案として持ち出し、最終的に麒麟が採用された。 詳細は、油条2008を参照。キリンズフィラデルフィア美術館像、ボークズ、ラツシンキリンズ北京、中国国家博物館像構成の模写として以下がある。ABCDEFG、司法来庁食構図特別展、展示作品解説。国立高級博物院。2020年6月20日閲覧。ただし、秋代より前に書かれた、博物や、書に、 キリンを刺すと思われる動物の記述がすでにある。油条2008、P71、筆に血焼きの行あり書道の発展、展示作品解説、国立古旧博物院、2020年6月20日閲覧。中国5番、ウィキソースに、本記事に関連した原文があります。随王キリン少女エビバリ2009、P39、中国5番、ウィキソースに、 本記事に関連した原文があります。民氏、牧7、友情 2008,P72、中国5番、ウィキソースに、本記事に関連した原文があります。A、はてかちらんばり 2009,P39, 友情 2008,P73、友情 2008,P72 200から76、友情 2008,P78 から82、ばり 2009,P42、ありがとうございます。